もともと農業されてたんですか。うん、海の男。あ、漁師さんなんですか。うん、漁船や、はい、あの40代まで、うん、20年までさ、うん、あのカムチャッカだのアテノサブイっていうの遠いとこさ、遠洋だ、遠洋漁業、寒い冬の寒い時さ、うん、あと今度40過ぎてからさ、はい、あのズボンで船買って、うん、こっち赤貝取りすったのこと仙台湾で、あれ仙台港あっちゃあそこさ船を置いてさ、うん、車で朝晩通って、ほらほらほら港ねえから浜はあんだけども港のね海岸なんだ、だから船仙台港さ置いてさ、うち赤貝取ってやん、結構たくさん取れる。あ、うん、取れだよ。そしてこの身、あのいや白内障になったんだ。だから危ねえからは引退したわけさ。3年ぐらいになっかな。やめてから。大先このずすんなって俺。うずっぱーで。うち長さってねえんだわ。お家ってどこにあった？荒浜、仙台の荒浜。深沼だったね、昔。やぐあそこのや、個数700あったの？700個。うち全部ダメだっちゃうわ。うん。生まれも仙台ですか？え？生まれ。生まれは違うの。生まれはね、千葉県の長州津。おお、そこも漁業が盛んですよね。俺の親父がさ、うん、あのほれ、ここの深沼なのさ。そしてあの農家なんだけども、津南子だったんだっちゃな。俺の親父ぞ、親父が。そして産みすぎだったんでねえの。俺も。ぬじきんとも。だから、船乗れんなって、ほれ。つばきんさ、あの、働くさ、行ってやんなっちゃう。こっち、おりんまりさのさ、あつでや。あっち、あの、戦争になったっちゃう。うん。ほんとき、ほれ、あの、ほや、アメリカのしこっちの馬鹿げでさってや。いらんねくなったのさ、あっつうち、親父のふるさとさ、俺、油断してちゃうのだね。で、戻んねじは、このままずっといらねっちゃうわ。だから、ほいな、2回目だわ。ほな、こいなことになったの。いや、えら。でも今は幸せなもんだ。うん。この頃なんかさ、なんて言うな、こいなぐや、政府でも、こや、見ながらだったんだからな、全国があんたちも。だから、面倒見ず切らねばって言っちゃう、今見てなく。あ、そうか、戦争が終わった時の時だ。戦争終わって、みんなどこもかくもみんなやられたんだもの。だほな、じんちんだことの貸しずつぐって切るだろうって、こんなこと知らねえちゃう。だから、今は幸せだ。この時のから見ると。この畑の折りいたのさ。そのことはせねえんだぞ。まだ帰ってきたばって、畑へ咲いて、めっぺり乗ったんだけど、おだけちゃなんかだからって、いや、動かねえんだからは。ほいで、今度、かっちゃんここから出張ってきてさ、ここらの道路さや、ビザーッとなって、今、騒いでたんだわ。
助けて助けてって、俺助けさいがんねんだもの、動かんねんだわ、こっそ逃げてるなって、いやせっこと、あれ道路があったんだ、ここの道路さね、止まってたトラックからや、わげさず走りちゃうの、そして俺の勝手は助けてきたんだけど、俺も言ったんだがこの水立ち地から23年減ったんだ、こいつは立ち地のさ、うん、立派なお家ですよね、玄関見ると立派なお家だなって思うけど、俺は立派に立ち地つもりなのさうん、だからこいつみんな解体しちゃったんだわ、ちょうど大体終わんねえかな、今じゃあちょうど今解体してるところなんですか、今だから終わる、ちょうど終わったねえかわ、土台まではスカッと取ってちょうど終わったねえかわ、これ壊して、うん、その土地これからどうしよう、だからまだここは分かんねえの、うん、今度二十町塾が二十三つの人や、うん、みんな養子らってここにいたさずというあれ若林のや体育館で説明会やるわけさ、23日にどうすんだか、これ市の方からや説明するんだっちゃう、へどうしたらいいですかって違いんでね、アンケートを取られてないのか、でも中澤さんはどうしたいと思いますか、どうしたらいいって、ここの掘れ何年しか減ってらんねえんだから、何年経ったら出てきてんじゃ、もし彼のこの大街ってさ、俺保護さね3カ所取ると思ってんだ、3カ所合計ストや200坪あるわけさ、200坪や、だからこいつを買い上げで嫌いんだろうかなでも3カ所土地持ってるって、1個は荒浜で他はみんな荒浜、みんな荒浜、うん、でも他のところは被害は大丈夫だったの、みんなダメ、みんなダメだって、ほらここの塚田の場であんだもの、うずねだってもや、ここの土地さ、うず建てられねえんだぞ、今後。これもうおっかねきていがんねえんだ、ここさ。うず建てて減ってらんねえ。大体のおいで、下水もねえべす、水道もねえべすや、ひっかつでげめっちゃ。してきらんねえべ、おそらく。みんな、パナタのものは。じゃあ説明会ってどういうこと説明されるのかな、だから、おや、はいげばや、市の方で、とず買い上げんだが、これとも、別なとこさ、大外つ、俺、国家がすんだがや、いろいろ話すわ、ぴっちゃ。おらほしはや、スキロスタってや、アイディがあることものや、最初ついてる方がね、見た。どうなく好きがいいんだろう。じゃあ、どうしたらいいんじゃないですかって違ったらば、いつもがのこと言うばって言っちゃう。ねえ。もう、年だっちゃうわ。オラメディアの子や、発注つけんだぞわ。80歳、うん、今からうずたじるたってや、こいつさえも貸すつもねえんだぞ、とずばれや、股関節まず汚さいってさ、どうさがだぞ、ほなにと今度こいつたじるのとなんぼさいていたって新小屋のままにできてんだぞ、おさらどっからもつくの、彼ねと何もが持ってたってもや、誰ほいと使い果たせれば、今度引かずすの困っぺ、人参鉢食ってがんねえぞ、だから
いろいろ考えるわけですよな。こっからは出てきてね、別に。さっぱり今日片付けこれ全部お家から運んできたんですか？みんなよそさん頼んでるの。よそのじさんも、はい、借りて、よそのじも借りてんだよ。一軒ってちょっとしたの。あ、よそのお家の分も置いてるんですか？よそのおじか、おじさんも借りておいて、おいてるうちで。あ、うん、自分のものをよそのおじさんまだ借りてくの。へ、入ってこなくて。どうやってさ、でもずいぶん投げたんだよ、うちで。投げて。でもお布団とかもいっぱいありますからね。布団なんだ、もう。座布団もこんなに。座布団みんな、うん。こういったけ一つもらったの、伊豆番茶にね、来た時、ここさ来た時。はい。予選に便用ほどあんなびちゃなの、みんな持ってきたんだっちゃ、ほら。まあ、暑さも濃いなの、よその人は濃いなの、2つも3つもね、はい、みんな頼んでおくの、いらね、いら、おぐともなくて、ほんちゃけ濃いなんだもん、こら、見せまず、こら、何のもかのもいっぱいで、こら、もらったりしたからね、こっからもね、いろいろ、まずまず、わらわりからめくせって、いっぱいのしなくていいんだわ、ずんなが、なるべくにしたの。入るぞてんじばや、ぬれんて、ねんをさてのさ。年間ですよ、と延長するとか、そうね、まだ行うわかんねっちゃ売りするぐらいのことですが、この延長するっていうのはどうせらず年間でポンダさんねっぺな、あの、いろいろ電池代とかほにゃのかがきんとも、この分はタダでっちゃう、うん、だって出てきてねえんだぞ。どこ耐えればいいの。だから今度アパートを借りて減る方がねえんだろうな。まさかほっちゃはいがんねえべすや。だからぬじょさんのずぬ寄った時ほいなお話すすんだべちゃ。23日に、うん、なるべく早くなんとか考えてきろって。ここからは出てきてるんですよな。この人はや、あの昔、床屋さん。床屋さん。ハサミさばきが。もう40何年経ったぞ。48年ばりしたな。そうなんですか。50年使いましたね。48年ばりしたね。じゃあ髪の毛は切ってもらえる、うん、だから女装さん行ったことないんだ、そこや頭はや、なんだかんだって50年代したさ、学校でいるよね。だからこの人と結婚してから50年なんだものは。だから50年になった時なんだってこの人が入ったんではないや、こういうとこさ入ったんではさ、うん、嫌になりますわね。はい、勝ち続いてや、こんなの作ってんだから幸せださ。